すごい大型の台風が来てるもんですから、今日は台風対策をしたいと思います。こっちはガラスが直接風がこう当たるもんだからベニヤをします。こっちが金属っていうか有り金がこう入ってるガラスだから丈夫だからしません。そっち側だけですね。早速です。凍ってしまいました。今回はみりんと実家のすし酢を入れて圧力をかけます。そして止めてから醤油を入れて味を調整します。グラム行こう。ポロロ、はい、どうぞ。うんうん、硬いよ。よいしょ。お、うわ、かっこいい。はい、はい、台風が来るから撮ります。そうそう、台風の向きはちょっと一点一点。そうそう。そうそう。また、とれとれのお魚もらいました。
一崎です。昆布がなくなりましたので、とりあえず塩をパラパラってしてますね。したかなっていうぐらいですけど、水分を出すためにしました。だし入れます。利権さんです。アラのお味噌汁です。酢昆布とトマト、兄のトマトですね、酢につけてました。すし酢、これはイオンで買いましたね。100円ぐらいかな。8個あるので毎日1個ずつ食べます。1週間持てます。ほら、ちょっと大きめのてっちゃん用です。これも男組のやつですね。男組っていうか男前か。あーじゃ、ちょっと天才糖を入れて醤油を入れて味を整えてみましょう、うん、上の方で買ったの。じゃんけんぽい、あっちにぽい、相手はグー、じゃんけんぽい、相手でしょ、しょっしょのしょ、しょっしょのしょ、しょっしょのしょ、作ってくれてありがとう。作ってくれてありがとう。いただきます。ごちそうさまです。いただきます。いただきます。ビールいただきます。どうぞ。お疲れ様、うん、台風が来るたびに大変。こっちにもほらあれがあったんだけどね。こっちは雨戸があるからいいんだけど、うん、こっちが雨戸がなくて、うん、
ハーハーつい言っちゃう。まあ宝くじが当たったらすんばいからね。そう、当たる予定だからね。宝くじにしか期待できない。これもこの間もらったやつね。この間って昨日。昨日。昨日。うん、何が？お刺身。お刺身。これね。はい、これ鶏箸。一先だからねこれ。うん。ごめんなさい。うるさいなもう。うん、つかめた。もうじゃのお刺身も食べてごらん、うん、美味しいよ。昨日まで泳いで海で泳い、新しいから美味しい、うん、はあ、いつも釣ってくれてる人ありがとうございます。いただいてます。うん、まあ美味しいね。美味しいやろ。うん、うん、知人のお友達が吸ってる。うん。何？そして、うん、いいよ、豆が食べる。鶴本人はあんまり魚が好きじゃない。食べれるって。うん、食べない。好きな俺たちにもあって。食べれるって美味しい。うん、あ、そうか。聞き間違いだね。けど美味しい。うん、美味しいよ。めっちゃ栄養ある。うまいな。うん。うん。これはビールがいける。うん、まいちゃん美味しい、うん、台風がさ、うん、やっぱり長崎地方に挨拶に来るね、うん、さ昔はいつも長崎をね、うん、通るような感じ。結局長崎までずっとこっち九州の方で動いてきたのね、うん、本当は和歌山の方にグーって行きそうだったけども、うん、それが四国の方になってこの九州になったのね、うん、定番のルートになって、うん、でもほら向こうの関東とか東北が最近やられちゃったからね、うん、まあ平等にさ、うん、こっちも受けてたかんだけど、関東、東北、北陸の人たち、本当大変です、うん、もう台風に慣れてないよね、うん、ねえ、ずっと最近向こうばっかし、地震やらね、大変、うん、とこれを乗り越えていくのもね、うん、もうこれがずっと続くからね、毎年、うん、大雨や今度の台風は雨もすごいよ。そうね、鹿児島、宮崎はね1日に24時間500ミリから600ミリって使われたもんじゃない、うん、もう台風が来たらさ、ここ古いけピュー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 隙間風が鳴いて全然、ね、うん、眠れないもんね。いやもうさ、まやさんの家ピューピューならないと思うよ。でさ、あんまり隙間がないから、でバンバンさ来てもさ、まやちゃんさぐっすり寝れる。そうね、うん、子供だからいいよね。グランマもやかましくて寝れないんだもん。これ豚足？そう、うん、何が、うん、おいしい、うん、豚足、うん、美味しいから何？まだこれを食べてるんですけど、うん、ゆっくり食べてください。ゆっくり、普通なんですけど。なんですか？そうなんだよ。うん、なんでもめっちゃ美味しいですね。うん、うん、長崎県はやっぱり魚の県だからね、うん、魚美味しい、うん、向こうはマグロとかね、あんなの多いけどね。そうね、うん、こっちはだいたいブリ、カツオ、イサキとかね、味とかね、味とかね、味はもう長崎県全国1位、2位ぐらいじゃん、うん、味はね、うん、味も好き、うん、
迷ったの小学校がもうすぐ入る。あら、そうか。また冬休みに入れていいよ。そしたらまたぐっと背も伸びてお姉さんになってる。でも7歳になるよ。あ、そうか、7歳になる。夏休みの後。そうか、そうそうそう、もうすぐなるよ。うん、そうだ。マジか。うん、そしたらその時お休みやし、学校。ああ、しかし学校、学校行くの楽しみでしょ。待てない、うん、待てない、ね、怒ったり泣いたり言ってる。お友達が、みんなお友達でしょ。お友達なのが大好きでしょ。よかったね。そしてさ、なんか遊ぶのとか、うん、もう待ち遠しくて。で、給食が好きでしょ。給食いつからあるんだろう。9月の次の週ぐらいから始まった。始まって次の日ぐらい、最初は修行式でしょ。そう、でも次の日ぐらいからあるのかな。知らん。会ってくれたらいいよね、ママたちもね、助かるよね。なんか上手よ。カレー屋さん覚えてる？うん、もちろん。もちろん。あとまだもうこのルートで仕事は来そうやもん。